お世話になります、ひとりでございます。2021年2月27日に大パリメイクが発表されましたが、それ以来ずっとワクワクしている方も多いことでしょう。原作大パでは遊び方の一つとしてポケトレがありますよね。ポケトレとは使うと草むらが揺れ、ポケモンが出てきて倒すと連鎖していくという仕組みで、この連鎖をしばらく続けていくと色違いの確率が上がるというのは非常に有名かと思います。有名とはいえもう15年も前の話ですから、忘れかけている人もいることでしょう。ダイパリメイクも発売されることですし、どのくらい簡単に色違いを捕まえられるか復習がてら思い出したくなりますよね。私は復習したくなりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はポケトレで色違いは簡単に捕まえられるのか復習していきたいと思います。まあ私自身はポケトレで色違い厳選は初めてなので、お手柔らかにお願いいたします。で、今回捕まえるのは難易度がかなり簡単と言われているパチリスにしたいと思います。まあ本当は一番簡単と言われているコリンクにしようと思ったんですが、まあ剣盾でねこいつ解禁済みなので、ちょっとダイパ感薄れるかなと思ったんでパチリスでいきたいと思います。で、ここから説明することはまあ基本的にはあのポケモンウィキさんをね参考にしつつやっていきたいと思います。まあかなり複雑なんで、こんなん自分でね解明して解説してる人なんかいないと思いますので、まあリンクは概要欄に貼らさせていただきますと。で、まず準備としてですね、ゴールドスプレーとか、スプレー系のやつをちゃんと買っておきましょう。はい、ショップでですね、シルバースプレーでもゴールドスプレーでも何でもいいんですが、まあ一応ゴールドスプレーがねいいみたいですね。はい、買っときましょう。まあ最低ね100個ぐらいあればいいんじゃないかなと思います。はい、私はもうちょっとお金に余裕があるので、まあこれ中古ロムなんで自分で稼いだわけじゃないんですが、まあこんぐらいでいいかな、とりあえず。で、次はですねポケトレですね、これを登録しておきます。私はすでにちょっと練習がてらやったんで登録してるんですが、ここでね、登録しておきましょう。まあ毎回この画面開いてやるの大変なんでね、まあやる必要ないけどほぼ必須みたいなもんです。で、今回はパチリスを捕まえるんで、静電気のね特性を持ったポケモンをね一番先頭にしております。メリープですね。谷間の発電所のポケトレでしかね出てこないんですが、まあそれで、まあ何でもいいんでね、特性静電気を捕まえとけば 50% の確率で、電気タイプのポケモンが出るのかな、そういう特性だと思いますので、ただ先頭に知っておかないといけないので、先頭に配置しております。ですがメリープこいつそのまま先頭で戦うことになるとちょっとレベル低すぎるんで不便なので、まあこのようにしております。で、他のポケモンについては基本的に何でもいいんですが、相手を一発で倒せたりするねポケモンを用意しておくのが一番やりやすいんじゃないかなと思います。まあ私はねギラティ用意しました。まあ何でもいいんですけど、あんまちゃんと一発で倒せる系の技ないんですけど、で、切り裂くの PP20 とかあるんで、この PP でどれだけ連鎖させていったか、数えるのがやりやすいんじゃないかなと思います。まあこっちの下画面の方でもね連鎖数えられるみたいなんですが、歩数系の方がね何かとスプレー系で便利なんで、まあそうした方がいいらしいですよね。で、あと準備はバックでですね、まあボールですね、当然。ボールは別に何だっていいんですが、捕まえられないと当然いけないので、もちろんね。まあマスターボールとか持っている人はマスターボールでいいんじゃないですか。まあとにかく捕獲できるボールですね。まあこれで準備は完了と。そしたらあとは、その場所に行くだけですね。私は205番道路を過ぎてですね、こっちの谷間の発電所のここの草むらで、今回はね、やっていきたいなと思います。パチリスここで出るんでね、まずはとりあえずね、まあスプレー使っときましょう。まあこの状態で基本的にはやっていくことになります。で、実際にちょっとやっていく前に簡単にね基本的なやり方を解説しようかなと思います。ポケトレっていうのは冒頭でも言いましたが、基本的にはポケトレ使ってポケモンが出て、そのポケモンを倒すとまた草むらが揺れて別のポケモンが出てくるっていう感じで連鎖させていくっていう感じですね。ただ連鎖が切れてしまうことももちろんありまして、それはどういう時かというと、まず逃げることですね。これは絶対やったらもうその時点で切れますので、絶対にやらない方がいいということですね。で、他には自転車に乗ったりとか、あと他の場所とかに行ったり、画面がスクロールしすぎたり電源切ったりとか、そういうこともしちゃいけないですね。まあなんとなくそれはわかると思うんですが、まあとにかく他にもね細かいところあるんですが、とにかく余計なことはしないっていうことですね。で、それがポケトレの基本的な仕組みで、連鎖について細かいねいろいろな条件があります。揺れたらそこの草むらに入るんですが、その際に今自分がいるところから4つのマス
の間が空いたところじゃないと連鎖が切れやすくなるので、注意が必要ということですね。また草むらの端っこ以外でなきゃいけません。そもそも草むらが揺れるのは自分の1マス周りのところ、2マス周りのところ、3マス4マスとそれぞれのゾーンで1箇所ずつ揺れます。つまり草むらの端っこにいたら草むらが欠けている部分があり、1マスのゾーンで草むらが揺れない可能性がありますよね。で、2マス3マス4マスのゾーンも当然揺れない可能性があり、つまり1箇所も揺れないケースが出てきて、それで連鎖が途切れる可能性があるということですね。なので草むらの端っこ、つまり自分から1マス目のゾーンが欠けてないところを選ぶ必要があるということです。ということは今の場所からだったら行っていい場所はこの赤い部分だけですね。だからかなり少ないんですよ。で、それ以外の場所はダメなわけではないですが、確実性が下がってしまうので、まあミスってそこに行かない限りはやめておきましょう。よくわかんなかったらとにかく端っこはダメと覚えておけば OK です。で、もう一つ重要なのは同じ揺れの草むらに入らなくてはならないということです。揺れ方はこんな感じで、基本的には2種類あって、同じ種類の草むらに入らないと連鎖が切れる可能性が高まります。なおポケモンによっては片方の揺れでしか出ないポケモンもいるらしいので、あらかじめ出現する揺れは調べておくといいでしょう。今回の例で言えばメリープは大きな揺れにしか出ないらしいですね。ただ逆にパチリスを厳選する上では小さな揺れに入ればここで出る電気タイプのポケモンはパチリスのみになるので厳選しやすくなってたりします。はい、じゃあここからは実際にやりつつ説明していきたいと思います。まあ最初撮った時説明下手すぎたんで、ここの部分だけちょっと後取りでやっていきたいなと思います。はい、じゃあまずポケトレ使っていきましょう。そしたら揺れましたが、その際にまず注意したいのが真上に行かないようにするってことですね。真上の草むらのところはちょっと揺れてるかキャラが被って見えないので、そこは注意した方がいいですね。まあ、とは言っても1マス目のゾーンって1箇所しか揺れないじゃないですか。ですから他の部分が揺れてたら別に真上に行ったっていいんですが、まあ、それを忘れちゃうこともあるので、まあ、とりあえず真上には行かないように注意した方がいいってことですね。で、とりあえず最初は4マス分離れなくて大丈夫なので適当に入ってきます。端っこじゃなければ大丈夫ですね。端っこだとまた発生しない可能性あるので、まあ、近くのとこでも大丈夫です。で、これパチリス出てきましたが、なぜ、出てきたかというと、やはり特性静電気のメリープがいるからですね。このおかげで、かなりねパチリスの出現率高くなってますので、出たっていう感じですかね、すぐ。まあ、とりあえずこれで、PP 今シャドウクロ15ですが、これをね使って、それでこの PP でね数えていくっていう感じでやるとやりやすいかと思います。とりあえずここで、はい、倒していきました。はい、まあ経験値もらってここで揺れるのでまた見ておきましょう。それで揺れたらここからは4歩ですね。ただ今4歩のところなかったと思うんで、そしたらまたポケッチを使っていきますと、なのでまあここは、別に入らなくてそのままねもう一回貯めてからポケッチ使えばいいので踏まないのだけ気をつけましょう。あとこの草むらがね揺れたところが画面から全部スクロールアウトしてしまうとダメなので、そこだけね気をつけてくださいね。はい、ここでもう一回 Y 使って、そしたら今、かなり離れたところ 1,2,3,4 4本目離れたところの上のところで、かつ端っこじゃないところありましたのでここに入っていきますと。はい、またパチルスさんが登場しましたと。で、これちゃんと、注目していただきたいのがレベル7っていうところですね。レベル同じだと連鎖するって感じなんで、レベル違ったら連鎖しないですね。はい、見ていきましょう。で、今のところはここの右側のとこでしたが、あの看板で1マス欠けちゃってるのでそれはやめときましょう。なのでもう一回これで、貯めてやっていくと。まあこの貯めるのは別に草むらの揺れ方見逃しちゃった時とかも、使えますので、まあよくわかんなかったらもう一回ね走ればいいと思います。それで、はい、スプレーの効果切れたら必ず、追加で打っときましょう、スプレーを。はい、これで、また Y ボタンを押すと。そしたら今は1,2,3,4 つ目のここの上のところがありましたんで、ここに入っていくと。それでまあ性別はね、なんかオスメス違っても連鎖はしていくらしいっすね。はい、倒していくと。また揺れを確認していくと。今揺れたところはほとんどないので、またこれで貯めてやっていくって感じですね。これをひたすら繰り返すだけなので、別にまあ慣れれば難しくはないと思います。はい、じゃあもうこっからね後取りなしでいきたいと思います。といってももうこっからはほぼ早送りだけなんで、やばい、ミスった、ミスりましたね。真上行っちゃった、バカしたな。あ、でも
大丈夫か。オッケーオッケー、続いた続いた。こういう風にまあ運よく続くこともあるってことですね。まあ今回はそもそも電気タイプのやつが出やすいところなんで、まあどっちにしろやっちゃいけないことではあるんですが、 BGM が続いてる限りはオッケーなんでね。連鎖続いてるんで。あーやべ、また上行っちゃった。バカしたな、また上行っちゃった。ただ続いてくれた。いやーこれは本当に初心者向けの場所ですからね。メリープの特性が効いてるのかもしれないっす。やっぱり何回もミスっちゃってますね、教える立場なのに。ただ言ってること自体は全部間違ってないと思います。ただ私が不器用なだけで。あれ切れちゃった。切れた、マジか。いや最悪、20回連鎖したのに切れました。マジか。ああ多分今切れたのはポケトレで揺れた草むらをスクロールアウトさせちゃうと連鎖終了しちゃうみたいですね。なのでその揺れたとこの近くでやんないといけないってことですね。そこ皆さんも注意してください。うわミスった、またミスった。上行っちゃった、バカしたな。オッケーオッケー、危ねえ危ねえ危ねえ。何回やるんだよ同じこと。ミスった、バカした、変な方向行っちゃった。オッケー、危ねえ。うわミスった、バカした、マジか、ミスったな。いや最悪。いや結構20回まで行ったんだけどまたミスった。いやもう一回、3度目の挑戦。これラストっすね。今波乗り15回使って、滝登り15回使ったので、あと岩砕き1回使えば40回目になりますので、これでいけ。いやちょっと集中したいのでちょっと黙るかもしんないので、そこはご容赦ください。もうめちゃめちゃ集中してたんで。まあ、とりあえずここで40連鎖終わりました。で40連鎖行くまでにずっと色違いの確率が上がるみたいなんですね。で40連鎖になったら199分の1かな、色違いの確率が。それでもうそれ以上は上がらないみたいです。これ以上ポケトレを連鎖させる必要ないんですね。つまりどういうことかというと、あとはもう40連鎖行ったらもうあとはここ行ってポケトレを充電しまして、はい、それではいやって、それで今色違いの光出ませんでしたよね。そしたらもうまたここで戦わずずっとこれをやり続けるってことですね。ちょっと怖いよ、もうドキドキしちゃって、ちょっとあんまごめんなさい。あとは端っこに行かないように気をつける必要ありますね。連鎖が終了しないようにするために周りの草むらが必ずあるところで。うわー間違えた、うわーミスった、やっちった。バカした。いやこれ頼む、これでミスった時はあ大丈夫だ、連鎖続いてるかもしんない、もしかしたら。いやこれ続いてくんないと困るよマジで、続かなかったらもうやだ。あー続いた、危ね、ここの風車良くないっすね、見えないので気をつけてください。いやマジか、ほんと危なかった今、マジでもうあれで連鎖続いてなかったらやめてましたね完全に。おー来た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 、ようやく来た、ようやく来たぞ今。今一瞬で皆さん分かんなかったかと思うんでリプレイで見てみてください。で色違いに関してはどこにマスにあっても普通に入っちゃって OK です。結構時間かかって、これただ見間違えてるだけかなと思ったんですけど、多分これがさすがに色違いです。 OKOK、 さすがにそうだよね。 OK 来た、いいねめっちゃいいよっしゃ、ようやく出てきた。いやここでさらにバック使って、ボールでどうしようかね。いや私の大好きなネストボールでいきましょう。いけるかな、
こいつは逃げたりしませんから普通にゲットできますね。パチリスはオッケー。てかそんなの関係なしに普通にゲットできた。オッケー、パチリスゲットしたぞ。オッケーオッケーオッケー、ゲットした。初めて色違いゲットしたで、ちなみにこれまだ連鎖続いてるんですよね。なのでこの後もポケトレやってればずっとこれがねできるみたいですよ、どうやら。ただ40連鎖いっても割と時間かかりますね。そんなパッと出てくるわけではないですね。もし出ないなと思っても結構根気強くやった方がいいですね。で、色違いかどうかはまあ見ればもう一発でわかりますね、本当に。まあとりあえずもう一回やってみますか。ある程度の時間ちょっとやってみたいと思います。出なかったらやめるけど。あー、ミスった。入っちゃった。バカしたなー。あー、終わった。まさかこんな終わり方ありかよ。もう一発やろうと思ったんだけど、ちょっと集中力欠けちゃいましたね。ちょっと一回見てみましょうか。もう音楽聴きすぎて嫌いになってきたわ。はい、来ました、色違いパッチリス。親がさ、ちょっと中古ロムのやつなんで、美咲さんっていう名前なんでね、私の名前じゃないんでちょっと嫌ですけど、ちゃんとね谷間の発電所で、捕まえたパッチリス、いいでしょ。ちなみに合計でかかった時間は2時間半くらいで、まあ完全に私初心者で何回かミスったんで、まあそんぐらい時間かかりましたけど、確か2回ミスったのかな。なので結構スマートに行けば1時間か1時間半くらいで行けんじゃないかなと思います。ただ初心者はほんときついでしょうねもう疲れた、ほんと疲れた。ということで検証結果、もうやりたくないでした。とにかく疲れましたし、もう嫌です、まあ、私はポケトレが初心者だったから疲れたというのもありますが、後半はちゃんと慣れてサクサクできるようにはなったんですよね。ただ慣れても揺れた草むらを常に気を張って確認しないといけないですし、緊張し続けてプレイしてたので神経がズタボロになり疲労がマックスになりました。連鎖が終わってしまうプレッシャーとか、20連鎖とかで終わってしまった時の自己嫌悪とかが異常なんですよね。特に私はボンミスしがち系 YouTuber なのでミスりやすくきつかったです。確かにスムーズにいけば色違いは手に入りますが、それでもまあ1時間くらいはかかるでしょうし、その間超集中し続けるというのは相当しんどいです。ただ唯一色違い厳選の中でもポケトレは単純作業ですが、不可厳選などと比べたら少し頭を使ってやってるのでちゃんとゲームをやってる感があり、その点は非常に良かったと思います。まあ私はネットフリリながら不可厳選とかの方が気楽でいいですけどね。とはいえダイパリメイクでもうちょっと見やすい画面で復活したら、まあやりやすそうで面白そうな気もします。だからポケトレ復活情報が入り次第パーリーメイクしてパーリーしましょうね。